は？好きでもない人とキスしかけたこと自体許せない。しょうがないからあんた好きになってあげる。はあ？さつきちゃん、早まっちゃったね。お姉ちゃん、いつも通りむちゃくちゃだよ。まあ、超ラブラブなんだからね。外を出るときは常時腕組んで歩いちゃう。お前、いっぺんその湧きやすいのを耳鼻咽喉科で見てもらえ。すごいんだよ。70になっても手つないでお買い物行くの。だから早まるなと。70になってもね、買い物袋から飛び出てるのはネギじゃないの、フランスパンなの。毎朝バター製造機を手回しするのは総一の役目だよ。私はエスプレッソのミル引くので忙しいから。俺は70になったら白いご飯と味噌汁がいい。何？私に和朝食作らせる気？思ったより亭主関白ね。わかったわ、やってやろうじゃないの。土鍋でおこげが少しできる程度に炊きゃいいんでしょ。お漬物を。だから頑張るって言ってんじゃない。海外旅行行くときにはね、タッパー入れて持っていかなきゃ気が済まないようにしてあげるから。さつきちゃん、食べ物のことばっかりだよ。もうちょっとロマンティックなことはないの？私より先に死んじゃダメ。なんだよ、男の方が先に死ぬに決まってんだろ。やだよ、俺だってお前の最後を見とるなんて。やだ、絶対やだ。私、そういちがいなくなっちゃったら、死んじゃうよ。さつき、大丈夫だ、さつき、大丈夫。そう簡単に俺は死なん。本当？ああ、そんな先のことを心配するより、今をしっかり生きようぜ。な、さつき。ゆかりお姉ちゃん？そうだよ。はい、二人とも夢から覚めて。夢から。お姉ちゃん、本当に総一さんは恋人じゃないの？だから言ってるでしょ。こんなやつ自分の鼻毛より気にしてないんだから。確かに鼻毛はすげえ気になるからな。ま、残念ながらそんなところさ。でもお姉ちゃんにはいつも楽しませてもらってるよ。私もいつもさつきちゃんにはお世話になってます。そうだ、ふみつきちゃん、今日のお泊まりはどちらなの？送っていこうよ、そういちくん。
お、そうだな。で、あれか、サツキんちか。あ、それがですね、私んち。ふっふっふ、ふみ、ゆっくり語り合いましょうか、一晩中。して贅沢じゃないよ、神社組合の宿泊施設だから一泊500円。おお、うん、まあそれならいいけど、というかキャンセルして私ん家でもいいわよ。ボロだけど安宿よりはゆっくりできるだろうし。うふふ、せっかく都会へ来たので夜景を見ながらバスロープを着てワイングラスを食おう。バッカね、そんなとこそんなムードあるわけないじゃん。せいぜい浴衣と緑茶のティーバッグだよ。うん、でも一人でお泊まりもやってみたい。好きになさい。はーい。じゃあ帰るとするか。はーい。はい。えい。はいよ。ああ、私。ディスプレイ見りゃわかるよ。あのね。なんだ、キスの忘れ物か。ば、ごめん。いや、別に謝ってもらうことじゃないけどさ。なんかいろいろやりすぎたんじゃないかなと思って電話した。迷惑かけたね。いや全然気にするな。なんていうか楽しかった。バカ。まあ良かったんじゃないか。文月ちゃんにも普段のお前がよく伝わったと思うぜ。そうだね。それより積もる話もあるだろう。今日はやっぱり一緒の方が良かったんじゃないのか。いや、わざわざ来なよとは言いにくいよ。照れくさいね、なんだか。そんなものかな。ちょっと待ってくれ、来客。うん、いいよ、切ろうか。いや、すぐ終わると思う。
もしもし、さつき。あ、そうそう、思い出した。ねえ、総一、またあの子さ、ふみさ、あんたんとことか連絡取るかもしんないけど、その時は私に教えてね。あいつ妙に行動力だけはあるから、悪巧みがこれで済むとは思わないんだよね。え、あ、あ、ああ、分かった。あんたひょっとしてすでに電話とかもらってない？バカ言うなよ。んなわけないだろ。そもそもふみちゃんが俺の電話番号なんて知ってるわけないし。あ、そっか。まあそんなこんなでよろしくお願い。じゃあ私お風呂入って寝るから。ああ、ちゃんと洗えよ。あんたこそちゃんとお風呂入るのよ。昨日入ってないでしょ。どうして知ってる？匂い。これでも料理人志望だからね。じゃあね。やれやれ。まあまあ、上がんな。散らかってるけどさ。やった、さすがお兄ちゃん。お邪魔します。こら、宿泊施設なんて嘘だったんだろ。バレてますか。ここは学校でジムのおばさんに名簿見せてもらいました。なるほど、制服着てりゃ怪しくはないか。俺がいなかったらどうする気だったんだよ。その辺は田舎育ちの野生の勘だよ。きっとお兄ちゃんは今日はいると。本当か。ま、とりあえず顔でも洗え。そこのドア開けると洗面台。洗面台の横に積んであるから使っていいぜ。わーい、ありがとうございます。ふみちゃん、飯は？食べた？いえ、持ってきました。コンビニ飯かい？むひひ、ちょっと違うのですよ。お兄ちゃんは？俺か？適当に後で喫茶店でも行こうかと思ってたんで、一緒にどうかなって思ったんだが。じゃあ、ご一緒にどうでしょう。たくさんあるので。へえ、なんだい？どう？その前に座りな。好きなとこどこでも。あ、はい。ここいいの？お兄ちゃんなんだかお仕事中みたい。構わないよ。ほい、紅茶。ティーバッグだけど。おお、すごい。何が？お兄ちゃん器用。うちの父さんなんかお客さん来ても多分ティーバッグの位置わかんないよ。それはいい夫婦の証拠さ。一人暮らしすりゃ誰でもこんなもんだよ。
用があるんだろ。あ、バレちゃってるか。なんだかお兄ちゃんすごいな。当たり前だろ。何か頼み事でもなけりゃ、姉の友達の住所調べてこっそり襲撃したりするもんか。そうですね。あの、お願いがあるのです。お姉ちゃんがちゃんとやってるかどうか知りたいか。だけどそれは今日見たので全部だよ。残念ながら俺は彼氏じゃないけど、学校にいる時間は割と一緒だから保証できる。楽しく学生生活をエンジョイしてやがるよ。それはもう今日十分思い知ったのですが、実は。こんなことして人を信じる心がないと言われるかもしれませんが、姉を心配するあまりと思っていただければ。心配いらない。俺もどっちかってとそういう時は行動するタイプだ。よかった、これを見てください。電話か。そうです、お姉ちゃんの携帯電話にかけた一時間です。電源オフが多いな。留守電やマナーに設定すればいいのに切ってあるんです。お姉ちゃん機械いまいち強くないからな。めんどくさいから切ってるんじゃないかってのは、繋がる時もあると考えにくいか。真夜中だけなんです。10時とかなら全然かかるんです。朝も俺がかけてもその頃なら通じるな。何なんでしょうこれ。この事実は突っ込んでみたか。ごまかされると困るので聞いてません。やるな。こっちの動きを悟らせないのはスパイ活動の基本だ。ふみちゃん、さつきは普段は電話は嫌がらない？お姉ちゃんは割と電話好きです。お手紙とかもよくやり取りしてますよ。シェフ、料理に対しては真剣だからな。ひょっとすると夜は翌日の仕込みに全力投球したいのかもしれない。聞いてるかもしれないけど、実は。あ、はい、お兄ちゃんとゆかりお姉ちゃんの分を。そう、考えてみりゃ3人分いつも手の込んだものを作ってくれるんだよ。その準備を集中してやってるのかもな。マナーモードでも小さな部屋でブルブル震えると気が散るし。おお、なるほどなるほど。あるいはそれこそ町のお店に修行に出てるのかもな。店掃除、皿洗い、翌日の仕込み、そういう時に余りの食材をもらってくるのかもしれない。おお、そういうお話聞いたことあります？いや、聞いたことはない。ただあいつは割と努力とかそういうのを見せるの好きじゃないからな。そうですね、いつも。お姉ちゃんギャグ以外のセンスはピカイチだから、あんま
り泥にまみれて頑張ってる姿見せたくないみたい。そうだな、毎日大変だと思うんだけど、恩着せがましく言われたこともない。冗談じゃよく言うけどな、むしろいつもたくさん食べてもらえるからやりがいある、いろんな料理を試せるって喜んでる。あーやっぱり姉ちゃん変わってないな。家でも世話焼き？もうお姉ちゃんがいなくなって私とお母さんは目が回るほど忙しくなったのです。そっか、私もお母さんもお姉ちゃんほどテキパキしてないので。やつはそういうところはすごいよな。ってことは大変なんだ、オチ。あ、いえ、あんまりそんなことを言うとお姉ちゃんきっと気にしちゃうので全然平気。お兄ちゃん言っちゃダメですよ。わかってるわかってる。一本立ちしなければならないのです。いつまでもお姉ちゃんに頼っていてはいけないのです。よしよし、えらいえらい。ご褒美をくだされ。ん？これだけですか？決意だけなら誰でもできる。お兄ちゃん厳しい。人に厳しく自分に甘く、それが俺のライフコンセプト。そうかな、お兄ちゃんどっちかというと逆のような気がしますね。そんなことないさ、俺はだらしない男だぜ。本当にだらしない人はそんなこと言いませんよ。なんだよ大人っぽいこと言って。女の子は成長が早いな。この年になるともう立派な大人だ。立派な大人ですよ、子供扱い反対。ごめんごめん、いや俺なんかまだまだ小僧だってのにっていう意味でさ。小僧でもいいと思うよ、お兄ちゃんは素敵小僧。そりゃどうも。じゃ、受けたまわった。ふみちゃん、いつまでこっちに？2泊3日の予定で、お母さんには。よし、じゃ、どうなるかはともかく、明日夜、ちょっと当たってみようか。スパイ大作戦だ。おお、本当ですか？うひょー、エージェントみたい、大興奮！バカ者、エージェンツは常に冷静に。バレたら一悶着起きるぞ。欲張らず突っ込みすぎず、常にディフェンシブ。まずバレないことを最優先にして、見失ったら次のチャンスを待つ。はい。お兄ちゃん本物みたい。そうだよ、いいエージェント雇うと高いんだ。お兄ちゃんタダでやってあげるんだから感謝しなさい。楽しみすぎだ。ふみちゃんは幸せな性格してるね。うふふ、よく言われます。あ、そうだ、そうそう、ただじゃないんですよ、ただじゃ。ん？はい、これお夕食です。ぜひご一緒に。おお、これは？熊野名物、サンマ寿司。サンマ、サンマの寿司か。へえ。あ、こりゃうまそうだ。これ、熊野名物なんだ。そうです、お母さんが朝作ってくれました。身内自慢になりますが、美味しいですよ。よし、緑茶を入れ直そう。ティーバッグだけど。
ウェルカム。すぎる。でしょでしょ。あ、でも秋のシーツはもっと美味しいのです。なんだ、さつきの料理上手は DNA か。やつめ、こんなうまい料理知ってるなら食わしてくれてもいいものを。お姉ちゃん、多分お母さんに対抗心があるの。お母さん和食が得意だから、お姉ちゃんは洋食。お姉ちゃん負けず嫌いだから、負ける勝負はしたくないの、きっと。今度叱り飛ばしておくぜ。負けてそこから這い上がってこそ進歩があるんじゃないか。何も言わずにさんま寿司作らせて。お母さんの足元にも及ばんなとか。ふひひ、お兄ちゃん意地悪。一つ聞きたいんだけど、ゆかりならもう少しさりげなく調べられると思うんだが、なぜ俺を？あ、興味には。お兄ちゃん、アホっぽく振る舞ってるけど、実はすっごく頼りになる人だと思ったから。そりゃ嬉しいね。私が感じただけじゃなくて、お姉ちゃんやゆかりお姉ちゃんがすごく信頼してますし。いやいや、面白いから遊んでるだけじゃないのかな。あとね、お姉ちゃん、お兄ちゃんにベタ惚れ。まあそれは認め。はあ？ムフフフフ、やりますな旦那、あのジャジャウマを。な、何言ってんだ、バカ言うな。あいつが俺をだって、その辺のダンゴムシぐらいにしか思ってないっての。いや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 、まんざらでもなけりゃ宙なんか迫りませんぜ旦那。いやだから、あれは話の流れで勢いで。いや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 、ママとにかくお姉ちゃん、お兄ちゃんにはすっごく脇が甘そうなので、これはお兄ちゃんに頼るしかないかなと。まあまあなあ。ねね、正直なとこ。なんだ。どうなんすか、その辺。お兄ちゃん的には。俺はお前、夕方も言ったじゃねえか、仲のいい友人ですよ。それは今ではないですか。もし、もしもお姉ちゃんがぽーっとその気になったとしたら。バカなこと言ってんじゃありません。んなこと想像もできねえよ。恋ってのは突然ですよ。生意気言ってるんじゃないよ、たく。そうかな。お兄ちゃんとお姉ちゃん、いい割烹だと思うんだけどな。漫才でもやるならな。というよりね、みつき、お兄ちゃんみたいなお兄ちゃん欲しいな。可愛こぶってもダメだ。まあしかし、俺もふみみたいな妹なら欲しいな。本当ですか？だが、やつの旦那になるのは勘弁してくれ。そうだ、ふみちゃん、もう一人お姉ちゃんはいないのか？残念ながら。ねね、お兄ちゃん、お兄ちゃんはどんな人が好みなの？そりゃお前、好きになった人が好みの人かな。つまんない。何そのアイドルが事務所から強制されてるみたいなつまんない答え。バカ者、コンパで隣に座った好みじゃないがキープはしときたい男に聞かれた時に使う答えだ。こんなものメモしなくていい。フミは
いつまでも純真な田舎娘でいてくれ。わかった、金髪ブルーアイだ。キュッボンキュッ。できればボンキュッボンで頼む。もちろんオーケーだ。お姉ちゃんとだとどっちがいい？そうだな。いやちょっと待て、なんか変な誘導しようとしてないか？バレたか。二人とも大事な友人だよ。上下なんてつけられないね。お兄ちゃん案外律儀だね。律儀って言うのかな。お兄ちゃん、いいもの見せてあげる。ん？これさえ見れば、そのような考え方も少しは変わろうというもの。はあ。お姉ちゃん可愛いでしょ？うん、まあ認めよう。ってないな。私は昔から美少女で慣らしております。言うぜ、まったく。嘘嘘。いいな、仲のいい家族っていうのは。うん。お兄ちゃんのお父さんやお母さんは？うちか？まあ、そこそこってとこだ。そこそこですか。ああ、その代わり自慢の姉がいる。おお、お兄ちゃんのお姉さんだから美人さんですか。ああ、とびっきり。いつかそんな日もあるといいな。俺もこんな楽しそうなご一家なら遊びに行きたいところだ。あ、ぜひ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 。お父さんもお母さんも息子ができたと大喜び。だからだな。入るか？え、いいの？今日一日疲れただろう。風呂入ってもう寝なさい。わーい。あ、でも。ん？
白いバスローブを着てペルシャ猫を撫でる予定だったので、着替えを持ってきてないのです。しょうがねえな。下着はあるのか？それもないっす。え？寝巻きはスウェットでも何でも貸してやるが、下着はな。あ、ノーパンノーブラで大丈夫っす。女の子がそんなこと言うもんじゃありません。上は T シャツでいいとしてもパンツが大問題だな。お兄ちゃんパンツ好きそうだね。ああ好きだぞ。飯はサンドサンドパンツでもいいぐらいだ。しょうがね。コンビニ買いに行くか。あ、お兄ちゃんのでいいよ。何を言ってる。んなのダメに決まって。ちょっと代わりになるもの探してみようか。こんなのはどうだ。ジョギングパンツだが。念を押しておくが、それはジョギング用のパンツだからな。下着じゃないぞ。ひひ、そういうことにしておきますぜ旦那。いやだから間違いなくそうなんだって。うひょひょ、お風呂いただきます。Tシャツとスウェット置いておくぞ。はい。使い方わかるか？わかるよ。お湯がじゃんじゃん出てるよ。好きなだけ使え。あとボディーソープとシャンプーを間違うなよ。そこまで田舎者じゃないよ。あれ、このシャンプーあんまり泡立たないね。そりゃリンスだ。英語使うの反対。ちなみにそれはフランス語だな。え、お兄ちゃんはパリジェンヌですか？パリジャンかな。本当に大丈夫か？一緒に入ってやろうか？やっほー。冗談だよ。いただきました。いいお湯でした。ああ、ご苦労さん。目のやり場に困ってる？んなわけねえだろ。踏みつきみたいなベイビーバディなどピクリとも来ないね。残念なり。大人をからかうんじゃありません。いいからスウェット着なさい。暑いんだもん。しょうがねえな。今度はなんだ？このパンツ最高っす。伸縮性抜群。めっちゃ動きやすい。そりゃ運動用に作られてるからな。これからこれにしようっと。未来の恋人ががっかりするからやめといた方がいいぞ。健康な方
いいよ。ふみは最近友達が履いてくるちっちゃいパンツに常々疑問があったのです。あんなのでは風邪をひくのです。風邪ひきたくないなら早くスウェット着なさい。あ、お姉ちゃんにも教えてあげよっと。うん、あいつなら変に似合いそうだな。お兄ちゃんにパンツもらった？それだけは言うな。おい、お姉ちゃんも欲しがるから？理由はいいからとにかく言うな。つまんないもん見てるだけ。よし、それではお風呂もいただいたことですし、お兄ちゃんにご恩返し。ん？おお、こりゃありがたいぜ。お世話になってる分を考えると全然足りないけど。いやいや、いいさ。俺もうまいさんま寿司食わせてもらったし。それはお母さんのお手柄だから。ふみちゃん、うまいな。そう？よくお父さんにマッサージしてるので慣れてるからかな。親孝行だな。そんなことないよ。素晴らしい。センスあるぜ、ふみ。そんなに褒めてもらっちゃ必殺技を出すしかありませんな。ん？そんな技が。お兄ちゃん、お兄ちゃん、横になって。横に、うつ伏せ。うん。この辺を、こわ。気持ちいいですか？大変結構です。俺の背骨、凝ってるかな？すごいいい背骨だよ。このぐらいですぐレスポンスがあるなんて、体がすごく敏感な証拠だよ。そっか。なんだか嬉しいな。お兄ちゃん、ヨガとか体操とかやってる？いや、特には。
普通何にもせずにこんないい背中にはならないよ。お兄ちゃん何かスポーツやったらきっと金メダル間違いないよ。考えとくぜ。誰に習ったの？あのね、ラッシー。へえ、猫に？うん、あのね、ラッシーはね、お布団とかね、クッションとかに寝るときにね、お乳もみをするの。はあ。背中だけで。はい。このまま眠っちまいそうだぜ。あんまり気持ちよくて。私も気持ちいいよ。お兄ちゃんの広い背中、素敵。お父さんほどじゃないだろう。体調が悪いのでこれはできないの。そうなのか。うん、私はちょっと重すぎるので。いや、きっとお父さんもふみちゃんの重さを待ち望んでると思う。だといいんだけどな。ちゃん、はい、きっといい看護師さんになれると思う。あの仕事はなるのもなってからも大変そうだけど、ま、頑張れ。はい。お兄ちゃん。うん。いつもお父さんにしてるの、してもいい？ああ、何でも。じゃあ。お父さん。よしよし。